はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。さあ今日はですね、はい、まあ私の、まあ、後輩であります ね木島亮介さんに来ていただきました。どうもよろしくお願いします。俺はね、絶対呼ぶなっつってたんだけどもうフルピーがもう記事記事呼ぼうよ、記事呼ぼうよってね。中地、あれだよ、中地って知らないか。知ってる、あ、知ってるか。中島でしょ。ああ、中島ね、見た、もう来ていただいたりね、うん、で、まあ、記事は本当にもう昔からずっと一緒にねいましたから、うん、僕はね、ジョーさんが、うん、木島さんとね、うん、そんなにこう仲良くしてたっていうのは知らなかったから、うん、ジョーさんと知り合ってからね、ああそうね、聞いて、えっつって、あの帝京のっつって、そうそうそう、井の一に帝京のっつってたよ。帝京のマリノスのって言えばいいよね。ひどいよね。いやいや、やっぱね、あの雪の中の決勝を覚えててね。で、僕は記事にはもう本当に若い時に会ってんすよ。そう、本当雪の中の決勝の次の日か、その次の日ぐらい、うん、西武線の池袋で見たんですよ。あ、本当、記事を。もうその辺いた。いや、わかんないよ、ね、絶対記事だったの。わ、こっちの選手権のやつだと思って、うん、で、僕結構いろんな人でもこうやって好きな人が声かけれるんだけど、うん、めちゃくちゃオーラあって、あ、そう、うん、声かけれなかったんですよ。すっげえもう悪そうで、ほんで、まあ、足引きずってて、うん、ああ、まあ昨日の決勝で痛めたんだなーなんて思いながら。あ、痛めた、痛めた、そう。あ、ほんと、俺絶対ね、ずっと言ってんだけど、嘘じゃねえかと思って絶対記事だった。あ、そうだよ、うん、でも、もうちょっと周りもちょっとこう近寄れないぐらいのオーラあって、ほんとに、すっげえ悪そうだあるわけないでしょ。悪そうだってね、そうだったの。あ、確かにね、そうだね、声かけれなかったんですよ。あ、そうなんだ、そう。まあ、ということで人違いだったってことで、いやいや、絶対いいです、絶対いいです、はい、絶対に語られない話がここにある。ジョーチャンネルスタート。せっかくね、記事来てもらったからさ、はい、横浜 FC じゃなくて横浜マリノス、うん、F マリノス時代にね、うん、まあ、ずっともうそれもそうなんですけど、はい、まずはその手前があるんで。何手前って。いやいや、ちょっとまあ、お二人とも名門校出身なわけですよ。また高校サッカー。そう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 、まあ、もうそれいらないよ、高校サッカーさ、ね、好き好きって言うけどさ、うん、大した知らないんだよ。あ、そう、そうね、そうやって仕立てないでください。いや、仕立てないじゃなくて、本当に知らない人にまたレッテル貼られちゃうからね、ユーチューブ怖いからね、これからもやってるんでね。で、まあ、果実とね、帝京ということで、うん、ね、二人とも選手権で準優勝とベスト4ということですね、うん、結果はね、うん、まあ、それもあって、まあ、果実と帝京、まあ、この名門の中で指導方法とか、この辺もちょっと違いは、まずはちょっと今日は聞きたいなと思いまして、ね、だから、俺はさ、いろいろ話してるから、記事に聞いたらいいよね。そう、提供ね、うん、ジョーさんだって提供行きたかったわけじゃないですか、この間監督。そうだよ、俺、ね、小野先生からさ、うん、オファーいただいて、鹿児島まで来てもらって、うん、で、ユニフォームまでもらって、提供の、へぇ、そう、で、待ってるよって言われて、うん、俺も提供行くつもりだったからね。へぇ、そう、もう絶対提供行くっつって、で、やってたけど、結局、そう、親父が勝手に決めてて。あ、そうなの。そう、果実でね、そう、帝京だって、あのブラジルのさ、ユニフォームでね、確かにね、超かっこよかったじゃん。ね、あれ、お前何番だったの、10番、10番、はあ、10番、帝京の10番背負えんだからね、すげえよね、すごいっすね。いや、俺も憧れだったもん、帝京はね。でも、あの時代って、記事の時代って、練習って相当きつかった、そんなことないでしょ。いや、きつかったはきつかったっすよ。でも俺、本当に2年ぐらいまではずっとチームかす組っつって、うん、グラウンド狭い中の端っこでシュート練習ずっとってるだけです、うん、へえ、レギュラー組じゃとはまた別ってこと？別々です。だから何軍もあるじゃん、うん、で、A チーム、うん、B チーム、うん、C チームとか外周とか走りとか筋トレとかさしてて、うん、で、A がいなくなって、こうやってどん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 上がってって、うん、だからほぼほぼずっとここにいました。そうだ、 A に入ってなかったの？入ってないです。1年の時も、はい、1年の時なんか全く入ってないです。そうなんだ。そもそもなんで帝京行こうと思ったの？いや、普通にセレクション受けに行った。あ、セレクション行ったんだ。で、受かったってこと？受かった。ほう、特待？いや、なんか普通ちょい得みたいな、わかんない。なんかいろいろあるんだよね、特待とかね。あ、でもちょい得で、ちょい得みたいなやつ。おお、そうなんだ。そうそうそう、全額免除とかはなんか何人かしかいないけど。ああ、そっか、一応ね、そういう、ああ、そっか、うん、全然全然。へえ、じゃあセレクション行って入って、で、結局1年の時はじゃあほぼもうそういうとこに行けない。ずっと坊主。
あ、帝京坊主なんだ。1年生はそうですね、帝京もね。いやいや、全員坊主じゃないですよ、あれ。あ、そうなんすか。多分エリートの中田浩二とかそんなの多分やられてないと思う。あ、そうなの。おとなしい。あ、浩二と一緒。浩二と一緒です。そうです、そうです。あ、そう。浩二、うん、は坊主になったことない、多分。なったことないと思うけどね、わかる。いや、でも僕らの時代は帝京は絶対1年生坊主でしたよ。本当？うん。いや、全員が坊主じゃなかったよ、全然。俺そんな話されなかったけどな、この松先生に。あ、でもなんか坊主、1年の時は坊主にしなきゃいけないみたいな、なんか2年生からなんか伸ばしていいみたいな、なんかそんな感じでしたけどね。もうそうだったかな、全然忘れた。多分大丈夫してないやつもいると思う。ああ、そう。本当にうまい子はじゃあしなくていいんですね。でも1年ダメで全然入れなくて、うん、で2年の途中ぐらいから入ったもん。2年の夏合宿ぐらいじゃないの、なんかちょっと、うん、ちょっと呼ばれるようになったの。で予選だけで、東京都予選だけ出て、うん、選手権のなんかインターハイとか、うん、そういうなんか本戦になったら外されるっていう。ああ、そうなんですね。本当になんか、あ、俺予選要員なんだみたいな。ああ、そうなんだ、うん、はあ。え、でもその予選要員だけども、その呼ばれるきっかけみたいなのは何だったんですか。へえ、なんかその前のこう、なんていうんですか、紅白戦とかでこう活躍してとか。いやいや、そういうんじゃない、そういうんじゃない、全然。なんか先輩が、まあ昔だったらハマるとかある、ない。ハマる、ハマるって何、提供用語なのかな、これ。どういうこと、ハマる。え、なんかめっちゃ怒られて、うん、ずっとで部活とかにさ、うん、参加させてもらえない期間とかない。ああ、そういう人はいる。いるでしょ、ずっと立ってるだけ、うんうんうん、挨拶で、うん、でなんかすいませんでしたっつって全然許されなくて、うん、1ヶ月間ずっと立ちんぼで、うん、みたいな、うん、そういう先輩がいて、でなんかそのポジションが空くからって言って呼ばれるだけ、うん、見せしめみたいな感じ、多分。こんな適当にやってるやつ外すぞみたいな感じの一人先輩が、そういう人がいて、うん、でそのポジションが空くから呼ばれるっていう。だから全然何も実力とかではないと思う。え、だってそれだけほら C チームぐらいまであるわけですから。あ、まあまあね、やっぱりちょっと目立ってなければ割れないですね、トップチーム。まあ確かにな、どういう風に呼ばれてんだか全然わかんないですよね。でも基準がわかんない。ホルモン先生呼ぼうよ。どうだったんですかっつってね。だけどすごいね。じゃあ3年になってもうレギュラーも確実に取って、うん、それに対して結局お前は なんでそのユニフォームのさ番号とかってさ自分たちで選ぶんじゃないでしょ。自分たち。え、自分たちなの。ああ、監督が決めるわけじゃないの、うん、それで一悶着あったりする。嘘。え、お前10番でしょ、うん、一悶着あった。あった。え、10番欲しいやつに殴られた。マジで。なんで。いや、わかんない。でも殴られたことしか覚えてない俺は。どういう風になって。え、何人かいたの10番欲しいって。やっぱり、いや、どういう話になって、そのなんかユニフォームをなんか取ったんだよね、うん、その人が、うん、で、俺が言ったのか他の選手が言ったのかわかんないけど、うん、俺が10番みたいな話をなんかちょろっと言ったんだよね、うんうん、そしたらなんかいらねえよみたいな感じで、うん、振り向きざま、うん、バーンって殴られて俺は、うん、なんか俺は倒れてたっていうのが覚えてる。嘘、うん、それ同級生。同級生。へえ。そう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 。で、そいつは何番つけたの。え、言ったらバレる。いやあ、分かんなかったなー。惜しい、惜しかったよ。危ねえ、惜しかった。危ねえ、危ねえ。そう、へえ、そういうのあんだ。そうそう。あ、なんか通常だとさ、監督はもう何番何番って決めるし、やるんだけどね。だってあの頃のその雪のね決勝の時は中田浩二さんが先発決めたみたいなこと言ってますね。ああ、そう。小沼さんじゃないんですって。小沼さん決勝の時ね。なんで。いや、俺もそれはあんま覚えてないんだよね、うん、でも。何、浩二は監督だったの。だから監督じゃないんだけど、うん、でもなんかね、直談判して選手とかも決めてたよ、うん、だから中田がもう絶対だったんだよね。ああ、そうなんだ、うん、あの時代の、うん、あれはもう浩二がもう、うん、絶対権力者というか。はあ、そう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 、そうなんだ、うん、だから小沼先生に、うん、まあ2年の選手を外して、うん、これこいつを入れてくれみたいな。3年のこいつ入れてくれとか。へえー、すごくないですか。キャプテンも中田浩二、うんうん、はあ、すごいね。すごい。はあ、なんかそういうのやってたのは覚えてるけど。ああ、そう。でも全然話入ってない俺は。ああ、お前は全然変えません。
俺は自分のことしか考えてないあ、そっか、うん、はあ、面白いね。なんか名門校ってさ、はい、すごい監督がもういろんなことをまあそうですよね、決めて、うん、監督の言う通りにしろみたいな、うん、ね、だけどそんなでもないんじゃない。いや俺たち多分特例。ああ、そう、うん、その時代が小沼先生が一回退いたんだよね。あ、うんうんうん、なるほど。それで、うん、コーチの人がやってたんだけど、うん、なんか分かんないよ、分かんないこれ言っていいよ、まあいいよ、カットしちゃうから、カットしちゃうからでも超強かったんでしょ、お前らの時代、うん、年代はね、うん、全然負け知らずで、うん、そう、それはもう俺たちもよく知ってた、うん、めちゃくちゃ強くて、うん、で、まあ東福岡と、うん、ね、帝京と、うん、ただ当時の帝京は、まあ一船にちょっと相性悪かったんですよ。すげえ、なんで知ってんの木島さんなんか、ね、調べてきたのそういうことね、何兆何回か調べてだけだよ、まあ、でもそう、うん、あの一船がね、ちょっと相性悪かったんですよね。そしたら八千代が来たから、うん、これはいけるぞと、うん、で、インターハイで東福岡にちょっと負けたの悔しくて、まあ冬絶対取り返すとってことだった。で、僕はあの他のチャンネルでちょっと見たんだけど、中田浩二さんがこう先発決めた時にやっぱ記事のようなスピードタイプにちょっと東福岡ついていけないんじゃないかってことで、うん、記事を先発で使うと、うん、これをまあ小沼さんにも言って記事で言ったんだけど、うん、雪降っちゃったっていうね、ドリブルがいきないちょっとコンディションになっちゃったっていう、ああ、そうなんね、うん、話が。でもそれでも先制してね、うん、試合だったんですけど、僕もずっと見てましたからね。ていうかし、だいぶ喋るね。いやいやいや、まあちょっと、ね、まあ、記事が来るってことで、まあこの大会はもう、記事のことは好きなんだよ、ずっと言ってんだ、記事記事って。いや、僕もだからね、東京だからで提供だし、うん、僕らの久留米ってあるでしょ、うん、うん、久留米の記事なんかと同い年ぐらいの下のやつが言ってたけど、やっぱ記事と試合やったらもうやばかったっつって、うん、その時も話聞いてて、もう高校時代から足速かったんだろ。足速いし、だって足速いしかないもんね、うん、特徴は、うん、いやでももうトラップもやばいっつってましたよ、ね、いやいや、そこ突っ込むとこだよ、もう。ああ、そう、ああ、そう、いや、今のトラップを、ね、トラップを褒めようとしてるから、そうそうそう、もうゴム割りみたいに、でもすんげー至近距離で強いボールも落としてゴム割りみたいな、すごい表現の仕方が、いやいや、でも本当にもうシュート並みの野郎も普通にボヨンって落として、すごいっつってたんで。どこからそんな情報を得てくるんだろうね。いやいや、その試合したやつが言ってたの、あれやばいっつって、うん、だからもう僕はプロ行ってもちょっともっと頑張ってほしいなって、確かにずっと応援はしてたんですよね、うん、そうね、うん、まあだから本当にもうその選手権ね、高校サッカー3年間でもう絶頂期を迎えた、だけどさ、帝京卒業するじゃない、帝京、うん、もう出るときにもうオファーがあったわけ、 J から 何チームがあったの。いやいやいや、あれだよ、その全然俺なかったよ、うん、え、俺はなかったよ、本当に全然、選手権のヒーローインタビューで、うん、プロ行きたいですって言った。あ、言ったの、うん、それまでは、うん、なんか知んないけど、うん、俺もう帝京大学にもうもう、うん、無条件よ、うんうん、小沼先生の、うん、言いなり、うん、もうそのまま大学行けと、帝京大学に、うん、おめえは行ってもどうせプロ通用しないからって言われて、うん、そしたら、うん、ミッシェルコーチ、宮沢ミシェルがコーチだったね、うん、あ、ミシェルさんコーチだったんだ。そうだよ、マジ恩人、本当あの人マジ恩人。え、ミシェルさんがじゃあそんなにプロの道をあれしたの。すげえじゃん。プロに行きたい、プロに行きたいってこういう風にアピールしとけってね、宮沢ミシェルさんに言われてて。なんでそんなこと知ってんの。いや、ちゃんとナンバー読んだんだ。あー、さ、すごいよね、だから記事愛がすごいの。もう通常だとこんなことしないんだよ、一切丸投げだから。そうそう、やばい、マジで。でもミッシャさんがじゃあそうって言った方がいいぞ、うん、つって言ってて、で、うん、最終的には大学もどっかもし行けなかったら、うん、俺が作ってやるからって言って。はあ、そうなんだ、お前絶対プロ行けっから、なわけねえから、なんで帝京大学行くんだよってミッシェルが言ってた、うん、やばいからこれ、大丈夫か。でもすごいね、いやでも実際ね、プロ行って、うん、そうそうそう、全くされてるんですか。はあ、すごいね。で、その時にベルディとマリノスがあった、オファーが来たんだ、うん、はあ、でそれもミッシェルに聞いた。あ、そうなの、どっちがいいっすかっつって。あ、もう恩人だと思ってるからさ、うんうんうん、もうミッシェル全部聞いてた。あ、そうなんだ、うん、でも恩人って言うけどさ、ミシェルって呼び捨てだから
俺は言えないよ。俺は言えないよ。俺らよりもミッシェルさんしか言ってもらえないけど。そう。あ、そうか。ミッシェルってさんつけんのか。え、何ずっとミッシェル、ミッシェルって呼んでんの、うん、あ、みんな。うん、ああ、そう。俺はさ、直属のさ、ジェフの時のさ、先輩だから。そうですよね。だから、ミッシェルさん、ミッシェルさんって言ってたけどね。いや、俺も言う。人にさんつける？いや、つけるよ、それ。でも、目上の人だから言う。ユーサンチョルさん。三長さん、三長さんって言ってた。言ってたっけ？うん。あと、ゆうくん、ゆうくんって言って。あ、でも言ってたかもね。そうだ。言ってたかも。ジョーさん言ってたかも。そう。だから俺のこともジョー。庄司、庄司とかって言うんだよね。これひどいよね。カタカナだもんだって、ジョー、庄司ってね。いやいやいや、違う。感じやんだ、感じやんだ。あ、でもミッシェルさんが、じゃあそういう風にしてくれて、そうってなって、うん、ベルディとマリノス。そう。で、結局、マリノス選んだのはマリノス。マリノス行け。なんでベルディ選ばなかったの？いや、わかんない。ミシェルがいい、ダメだっつって。ああ、そう。あ、でもそれ正解だったもんね。これベルディって言ったらもうほんとチャランポラになって終わったよね。ああ。多分。マリノスってどっちかって言ったら硬いチームだし、うん、ね。確かにね。規則とかさ、うん、まあいろんなのやっぱりすごい厳しいんだよね。うん、で、ベルディって当時やっぱりさ、もうほんとにすごい J の中で一番のクラブだから、うん、もうだからもうほんとに1億円プレーヤーも何人もいたりとかさ、うん、環境が違うじゃん、うん、だからもう結構自由にやったりとかしてたからね、確かに、あそこになったらダメだったかも、確かにね、マリノスで正解なんだよね、確かにね、それはそうかもしれない、まあちょっとね、こっからがジョーさんと出会いが始まるわけじゃないですか、だいぶ長かったよ、長かったからね、まあ、これはちょっと次回ということでね、ちょっとお時間が来てしまいましたね、本当にちょっと高校サッカーをね、振り返ってもらって、もう一番今までのチャンネルの中で一番生き生きしてた、うん、マジで本当に、そう、過去のを見ても何にもだって言わないし何にもだからね、で、途中であくびするわそういう人だったの、そういう人だったんだけど、記事が来た時にやっぱりもうとにかくもう記事合いがする、ね、ありがとうございます、ね、いやー、ということでね、ありがとうございます、あ、またじゃあ次回はじゃあちょっとね、次回は2人がね、はい、やっとね、出会いの話っていうことでね、はい、楽しみにしますね、はい、はい、ということで今回はね、木島亮介さんに来ていただきました、はい、それでは皆さん、またチャンネル登録よろしくお願いします。